Let's get started with day 6 for the month of April. Hi everyone! I'm Steve Sorese. And I'm Jenny Skidmore. Thanks for joining us. All right, let's start week 2. 英会話 time trial 新しいシーズン第2週です。4月のテーマは Sudden chat! 突然の会話でも大丈夫。街中やまた旅先、そして乗り物の中でも英会話のチャンスは突然やってきます。自然な会話ができるよう広く使える表現やテクニックを一緒に身につけていきましょう。さあ、今日は写真撮影を頼んだり頼まれたりするときに使える便利なフレーズを取り上げます。Let's get started with our first time trial. 最初は SPR トレーニングです。SPR とは瞬発力、その頭文字ですね。まず、僕は日本語で一つの表現を言います。それに対してポーズの間に英語で自分なりに表現してみてください。Okay, let's go! S.P.R. Training! では、僕の言う日本語を英語で表現してください。まずは、すみません。どうぞ。では次です。Excuse me と話しかけられたらどのように返事しますか？言ってみよう。いいですね。続いて、写真を撮るは何と言いますか？では、文を作りましょう。写真を撮っていただけますか？ Would you から言ってください。どうぞ。そういうふうに言われたら、例えば、はい、もちろん、言ってみよう。では次です。あなたの写真を撮りましょうか？どうぞ。さあ、続いて、そのように言われた時の返事です。まず、はい、お願いします。どうぞ。続いて、いいえ、結構です。さて、最後は、いいえ、結構です。せっかくですが、言ってみよう。Okay, how was your first round? Could you say them all? 全部言えなかった人、大丈夫です。最初のラウンドで全部言えないのは当然です。これから回答例をまずチェックします。そしてその後もう一度チャレンジします。テクスト持ちの方は見ながら確認しましょう。Okay, let's check the sample answers. Here we go. すみません。Excuse me. そして、excuse me と話しかけられたら、Yes? Yes? と語尾を上げるようにします。僕とジェニーさんのやりとりを聞いてください。Excuse me? Yes? さあ、続いて、写真を撮る。Take a picture. Take a photo よりも、take a picture が定番です。Take a picture.そして文を作ることになりましたが、写真を撮っていただけますかっていうのは、Would you take a picture for me? Would you take a picture? で終わっても通じます。さあ続いて、そう言われたら、はい、もちろんの返事は、Sure, of course. Yes, of course. でも大丈夫です。でも、would you または could you, will you など頼まれたときに最も感じのいい返答は Sure. Sure. いいですよ。そしてその後一言 Of course. または Sure, no problem. などの応用表現もあります。さあ、次はあなたの写真を
撮りましょうか? Shall I take a picture for you? わかりましたか? では、はい、お願いします。と返事する場合は? Yes, please. 逆に、いいえ、結構ですっていうのは? No, thanks. No, thank you も言えますが、No, thanks の方がソフトです。強く断りたいとき、きっぱりと No, thank you。強く言っても大丈夫です。でも、ソフトに、いいえ、結構ですと言いたいとき、No, thanks。さて、最後は、いいえ、結構です。せっかくですが、こういう綺麗な断り方が英語にもあります。こちらです。No, thanks, but thanks anyway。ゆっくり言います。No, thanks.But thanks anyway. せっかくですが、に最も近い英語は But thanks anyway. Well, did you understand them all? 最後に Round 2があります。今学習した表現をもう一度テンポよくチャレンジしましょう。皆さんが言った後、回答例があります。Okay, let's try these one more time.This time we'll pick up the pace a little in round two. Here we go! すみません。Excuse me. Excuse me と話しかけられたら、どのように返事しますか? Yes. 写真を撮る。Take a picture. 写真を撮っていただけますか? Would you take a picture for me? はい、もちろん。Sure, of course.あなたの写真を撮りましょうか? Shall I take a picture for you? はい、お願いします。Yes, please. いいえ、結構です。No, thanks. いいえ、結構です。せっかくですが。No, thanks. But thanks anyway. Okay, time's up. Well, how did you do? 今日は写真撮影を頼んだり。頼まれたりするときの基礎的な表現を練習しました。前より言えるようになりましたか? Okay, your speaking skills are getting better day by day. This month's theme is Sudden Chat. 突然の会話でも大丈夫。この講座のテキストには解説や日本語訳、そして英会話に役立つ僕からのアドバイスも載っていますよ。練習帳としても活用してください。So, see you next time on 英会話 Time Trial. Bye bye!